ということで、本日は朝に第4回 AKB48 歌唱力の歌収録してきて、でその後は握手のスプリントの今日は小屋入りでございました。小屋入りでさっきまで場当たりして、で帰ってきて今です。ちょっと疲れちゃった。ちょっと明日もね、朝だいぶ早いのでちょっと早めに終わります。ありがとう。歌唱力は朝だね。去年は朝一発目、ほんまに一人目やってんけど、今日は朝一発目のグループやったな。今回は起きて1時間半で歌ったから、毎日去年もそんな感じやった。まあ、朝チームの宿命ですね。プルプルしてきたなって、そう、なんかね、リハーサルがあるのよ。リハーサル音信2回歌ってさ、すごい伸び伸びって歌えたの。は、楽しいって言いながら歌ってんけどさ、本番は一発なのよあれ。もう島岡です、よろしくお願いしますって歌い始めて、一発ね、音がね、ちょっとふって迷子になったの、序盤に。あって思って心の心が折れた音がしたそう、最初こう歌い、何の曲歌ったかこうさ、まだ内緒やねんけどさ、歌ってて、やっぱ緊張するやん、本番一発しかないってなったらやっぱ緊張するのよ。で最初歌ってる時は緊張してる、あ大丈夫、落ち着け落ち着けと思ってた時にうんってなって、ポキって、めちゃめちゃ緊張した。あの空気感ほんまもし毎年ね、もう緊張しちゃう。慣れないね。慣れない。プレッシャーに弱いんだなってなんか改めて思った。大根性でなんとかなんなかったかって。なんかこう、最近さ、まあ、舞台続いててさ、この間もミュージカルやってさ、こう大きい声とか声量を今出すの頑張ってるからさ、まあ、こういっぱい大きい声出して、まあボイトレとかもさ通い始めたからさ、ここ気にして、よしいけるいけるって思ってた。なんかあの、なんだろう、正直こう毎年ね、この歌唱力に残れるか残れないかで言ったらさ、残れる自信はあんまないのよAKB 他にもね、歌うまい子がいっぱいいるから。でもこう大西的には、なんだろう、とりあえず参加して何でもこう経験になるからさ、そう、去年の自分よりこうパワーアップこうしたいなっていうのを目標にこれ毎回出ててね、そうそう、にしてもポキってなったなって思ってそう笑っちゃった。なんかプルプルしすぎてなんか
緊張してこうプルプルしすぎて終わった後笑っちゃったなんか自分でこう途中からさプルプルしてんのが分かるからさ、なんかそれあプルプルしてるプルプルしてるってなっちゃった。もろかった。でなんかびっくりしたのがさ、その後こうスタッフさんから LINE 送られてきてね、何やろうと思って見たら、その自分が歌った音源が送られてきてて、去年までそんなのなかったのよ。えっと思ってそれ聞いたら、あここで心折れてんなって、なんか大西は自分で分かって普通に聞いてる人は分からんかもしれんけど、なんか自分で聞いててあって、うん、ちょっと確かめてみて、どの辺で折れてんのかなってちょっと見てみてここで折れたんかなってちょっと答え合わせしてみて。表情でわかるかなって、いやどうやろうし、ずっと目つぶってたからさもうこの目の前の光景を見たらもう大西はあかん空気に飲まれる、まあ、結局さ空気に飲まれてんねんけどさ目つぶって、私は今自分家のお風呂の中にいると思いながら想像して、いつもお風呂でこのびのびと歌ってるのを想像して、今ここは自分家のお風呂だって思いながら言って目つぶってたって、シャワー持ってて、そうシャワー持ちながら私は今歌っているんだよって想像しながら、逆で練習した方がいいねってね思うよ。なんかお風呂で歌ってる時にこの本番のことを想定しながら歌うのが多分いいんやろうけど、お風呂でさ嫌じゃん、ちょっと伸び伸び歌いたいじゃん。そ、まあそんなこんなでね、歌唱力の歌収録終わって、ほんまにそのまんまの足で行って歌ったり、長かったね。明日からついに本番でございます。1週間かな、ちょうど14公演、何時間起きてるんですか。今日6時に起きたの。6時に起きて、違う、6時に起きてない、いや、うん、6時半に起きたんや。うん、うん、そんな早くなかったの。あれ、ちょっと待って、あれ、いつの今日の朝の記憶がないぞ。なんか最近1日がさ、なんか1日じゃないのよね、なんかなんかつながってる2日3日ぐらい。うん、明日から朝ショールーム済ませるって感じ。なんか明日、そうね、明日も早いけど、でもなんかヘロヘロやろうなって思った。まだ1回も本番を2回やってないのよ。本番っていうか投資を2回連続でやってなくて、まあ他の現場でもやることないんやけどさ、でもそうね、多分明日からは朝の方が安心かなって感じかな。
疲れてそう、なんか。うん、夜って言いながらちょっと朝眠くてできひんかったりとかしたら夜するかなって感じ。うん、また床で寝るのかってね、ちょっとそういう日々でもさ、今多分ね、ほんま寒いからさ、多分床で寝たらほんまに風邪ひいちゃうから、お風呂入りたいと思うしね、寒いから。足キンキンやもん今。だからお風呂は絶対入り、なんかね、一番のね、理想は、こう帰ってきてそのまんまの足でお風呂に入って化粧とかも落としてバーって全部終わらせてからご飯を食べて歯磨いて寝るっていうのが一番の理想なのよね。だからそうね、朝なるべく朝配信したいよねっていう感じやな。こう一回ショールームってなると帰ってくるじゃん。で多分まず先にショールームしてご飯食べてってなったらもう動けへんくなるのよ多分。それで いつも多分するね、そのパターンやねんな、寝落ちするとき動けないんですよ。もうそうそう、ご飯をええからそのまま食べちゃうじゃん。まあショールームした後に多分すぐお風呂に入ればいい話やねんけどね。確かにそれもありやねんな。そうショールームした後すぐにお風呂に入れば解決する問題やねんけど、お腹すくやん。単純にお腹空いてるから、そうな、難しいね。まあ、でも一番の理想は帰ったそのままの足でお風呂に入るっていうあれだね。なるべく朝できるように頑張るわ。風呂スイッチ押して配信、お風呂沸かそう今、お湯炊き、今日はお湯炊きでいいから、ありがとう。でも今日はもう多分お腹空いたからもうまあショールーム終わった後ご飯食べるじゃん。ご飯食べてそっからお風呂に入れるのかおにしは、でも絶対入らない、明日終わるから。お腹空いた、何食べるのかなって。牛丼、牛丼食べるよ、ご褒美に牛丼。今日は好きやって、うん、コンビニ全然コンビニやけど、コンビニの牛丼です。自分では作らんのって、作らんよこんなよろそいのに。時間ないんだもん、スーパーも閉まってる。今回の舞台は長いね。確かにね、なんか最近の中で一番長い気がする、期間が。これすごいよね。で、だいたい毎日2公演やから
ね、大変そうだわ。待ちねなんちゃら言うやつです。待ちそわでな、待ちねそわれ。日程長いとファンも足を運びやすいって。ほんまに来てくれる？明日から来てくれるかな、みんな。お、てくれますか。嬉しい、ありがとうございます。今回配信とかがないからね。そうなんですよね、あれなんですけど。そう、2人の箱大きい。なんかでも今日見てみて、なんか客席は200人ぐらいになったかな。でもなんか奥行きがすごくて、天井も高いから、そうって感じ。天井めちゃめちゃ高かった。小さくない、そう、小ホールの方なんですよね今回は。そう、このマイクもないから今回。そうそうそう、大きい声を出してね頑張らなければならないんですけど。そう、そう、地声なんだ。地声っていうかね、フットマイクかな。床とかになんかマイクがついてるんですよね今回。これがないから今回は。それでも西田すごい苦戦をしたんですけど、なんなら今もしてるんですけど。そう、そうね、そう、頑張ります。大きい声を出すのは体力がいるんだなと改めて実感しました。ということでですね、11時だ。慎重はの早いね。もう先にお風呂、じゃあ先にご飯を食べてお風呂入ってもうすぐ寝る。よし、 OK、 そうしよう。ということでですね、じゃあお風呂後、お風呂後じゃない、ご飯後、大西が無事お風呂に入れるように皆さんは願っていてください。大西お風呂に入るためにご飯を食べた後絶対に動けよっていう風に祈っていてください。大西も頑張って体を動かしてお風呂に入りに行くので、ありがとうみんな。みんなの思いがきっとこの胸に届くから。お風呂に入るためだけのことをちょっと壮絶にしてるけど、ありがとう。みんなの思いを背負って牛丼を食べた後にお風呂入ってくるね。ありがとう、任せて頑張るね。ありがとう。ということで
この続きはちょっとあれですね。ということでじゃランキングの方を1位の方から読んでいきます。いきますよ。1位、コバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。そしてイエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が大輔さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が RTO アットマークオンシグマリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がマンツさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が SL アットマークオンシグ、クシスプガンバさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がカッキーアットマークオンシグアットマーク明日は竹村彩乃さんに会いに行きますさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がさとちあとマーク大西軍さん、ありがとうございました。イエイ。はい、ということで別に飽きたわけじゃないよ別に飽きたわけじゃないよ。みんな飽きたなってなんかコメントしてたけど、別に飽きたわけじゃないよ。別に飽きたわけじゃないし、かといって他に言い訳も別にないねんけどさないねんけどさ、起きたわけじゃないし。ということで一人テンションでお休みって言ったししゃあないな。じゃあ最後にそうするわ。じゃあ今日はそろそろ終わるね。今日もお話できて嬉しかった。明日もさ話したいなって思うねんけど、いい？ほんまに？ほんまに？ありがとう。じゃあ明日も待ってるわ。じゃあはい。いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？ん？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。じゃあおやすみ。また明日。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。